こんにちは、KZP プラスです。世界等イベント終わってしまい、ましたね。残念ながら私は、踏破、することができませんでした。245回をバカみたいに繰り返し挑戦、したのですが。それこそ動画作成、を先延ばしにしてやったけどダメ、でした。次回の開催に頑張ります。ちょっと頑張りすぎて、蓄膿症になってしまい高熱で3日間くらいは、ゲーム自体プレイできない状況に。と悲しい話はここまでにして、今回は、滞っていた236回から240回までの動画になります。241回から244回の動画は、次回の世界等開催で245回をクリアできた、その時にアップしたいと思います。今回も、これまでと同じくボス界のみ、の解説になりますが、それまでの、道中でもパーティー編成を変えて、いる階層があります。これまで同様に、バフ、デバフ、状態異常がかりで進めて、いる階層のほか、パリーがかりを入れて、進めている階層もあります。これは雑魚敵の攻撃が強く、状態異常が入るまでに、戦闘不能、キャラが出てしまい崩壊することが、出てきたため、状態異常が入るまで、耐久するためです。
この絵画、その状態異常が入る、までにパリで耐久しているものになりますね。敵の状態異常耐性がバラバラな、ものが配置されているので、石化のみでは全ての敵を無力化でき、ないばかりか、敵一体一体がヒットポイントも、高く、狂気戦を強いられます。今回は石化耐性霊の他鬼滅耐性、ガレイの敵が配置されています。めちゃくちゃ強いので、鬼滅で咲くと、仕留めるために、私は鬼滅付与効果、が大のデスサイズを持つデス様を、使用しました。消費 BP は大きいです。が、確実に一撃で仕留めたいので、デス様を鬼滅係として採用しました。BP の大きさから1ターン目に、デスサイズを打てないので、BP が、溜まるまで、あるいは付与効果を、高めるためのバフが乗るまで耐久、しなければなりません。そこで、パリー係にアミーを選出しています。239回までは、この構成で進めています。鬼滅耐性霊を攻める戦いの、回数が多くなりました。
Thank you.
40回です。アビスナーガですね。このアビスナーガは、ターン開始時に、精神、愛、魅力デバフを付与してくる、のですが、こいつが非常に厄介です。精神デバフは、術系攻撃の火ダメが、大きくなりますし、愛、魅力を下げられ、続けるので味方の回復量が著しく、減ります。どんだけ減るかというか、回復量が0になります。どうやって戦うのってなる、こと必死、愛や魅力をバフで上げて相殺する、ことができれば良いのですが、敵は、毎ターンやってくるので、バフが、追いつかないのですよね。そこで、私はそうだ、回復がいらない、状態を作ればいいんだと思い立ち、回避戦術で攻めることにしました。まずはいつもの帝王様と海の主の娘、の勝利の歌と水祭りにてバフを付与。素早さデバフ役として流霊、アビスナーガは、突攻撃や残攻撃も、してきますのである程度の素早さ、デバフが入ったら、先風に切り替え、器用さデバフ付与します。二人目は、白バラ姫。チョコボールで、素早さデバフ。回復量は前述の通り、期待できないのですが、厄介なこと、二拍子などの状態異常攻撃もして、きますので、精神デバフを入れられ、出ることも折り返し状態に入る前、には頻繁に状態異常になりやすい、ので、回復用例でも状態異常回復の、効果を活かして再生光を使う役割、になります。3人目の素早さデバフ役として、時の君を使用してみました。ディレイオーダーが素早さデバフ、中、なのでデバフ効果が大きい、ことが選出理由になります。補助技なのでよだめがありません。それでも、継続して効果、中、の、素早さデバフを打ち続けることが、できるのが非常に強いです。キャラ派のソローズでよだめ与え、ながら、デバフもありですが、やはり、デバフ効果の大きさが魅力です。回復量がほぼ0になってしまうので、できるだけ戦闘不能者を出さず、早い段階で、回避状態を作りたい、です。ただ、この構成ですと1ターンあたり、の攻撃人数もよだめも少なくなって、しまうので、必然的に超長期戦になってしまいます。回避状態になってしまえば、どれだけ長期戦になっても、その状態を崩すようなことがない。限りは安心、安全ですので焦らずに、欲を出してよだめを借りに行って、回避状態を崩してしまい全滅では、目も当てられません。オーバードライブ使用時なんかは、デバフの入っているようなどを意識しておくことも重要。
くちゃ長かった。勝利、勝てました。嬉しい。今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。